からまだある。大丈夫だよ。まだあるよ。タミ、この逆境を、この逆境をなんとかしてくれ。なんとかしてくれ。グラスも来た。これでしょ、ここでしょ。ここダイマックスでしょ。頼むよ。本当にこれ持っていける前提。さあ、次の試合向こう。昨日課題来たよ、これ。ルカリオは特殊で、もうルカリオは特殊で、これリベンジしたい、オールロンゲから入って、俺。で、ラプラスで暴れられる可能性があるんだよね。だからザシアンから入ろうか。で、ミュウツーと。で、ガオガエンはもうほぼ、あれだから、イエスさんかな。あ、俺と同じパーカー、こいつもゲンガ好きなのかな。ちょっとどうしよう。うわ、いや、なんとも言えんな、これは。なんとも言えないね。これ、お互い壁に張りに来ましちゃう感半端ないよね、これ。俺の方が劣化だけど。これ、まあ俺リフレクターから入るけど、ザシアン一発耐えるよね。壁張る前にザシアン殴る。ああ、そういうことね。ザシアンから持っていけばいいってことか。無理だな。そうしていこっか。じゃあちょっとマグさんのその調整具合を見たいしね。ザシアン同士で殴り合ったことないから今まだ。うん、同じこと考えてるね。大丈夫大丈夫。オッケーオッケーオッケー。これでどうだろうか。さてと、これリフレクター入れて、絶対、確かに絶対やられないもんね。で、強襲弾で、さあもうどこまでいくか。うわぁ、惜しい。ランス上ブレなのか下ブレなのか気になるよね。そっち大丈夫だよ、壁張ってるから。オッケーオッケーオッケー。舐めるんじゃないよ、こっちの。オーロンゲちゃんを、オーロンゲちゃんを、なにオーロンゲちゃんが、まあ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 、別にこれはしょうがないしょうがない。いや、ここのさ、これイエスさんで時間稼ぐのありじゃない？で、向こうのダイマターン切れたら、ミュウツーで暴れると。うん、それでいこうかな。小魂。この指止まれして、これザシアンをやるよ。ザシアンとか引いてくるかな？どうなんだろう。あ、守るか。うまいな。俺も守るだったか。うわー、それはうまいな。守る合戦でいつも負けるな、俺。第3だ。まあ、でも全然痛くない。大丈夫。大丈夫、大丈夫。特防には熱いから、イエスさんは。まあ、でも大丈夫だよ。これは全然、これ、この指止まれ。で、居住山で押して回るの全然あり。引いてきても後ろにはぶっ刺さりだから大丈夫。むしろ壁ターンとダイマターン消費させるからいいよね。確かにね、もう全然無駄もね。オッケーオッケー。ザシアン引かせた。誰だこれ。お、ドラパルトか。ドラパルトにどれだけ入るんだろう。でも壁張ってるからな、結構。ドラパルトってどれだけ入るのこれって。おー、いいダメージ、いいダメージ。呪われボディ、まさかの。いてーこれは、これ交代しないと治らないよね。オッケーオッケーオッケー。大丈夫、イエスさんありがとう。じゃれつく打っていくわ。オッケー、じゃれつく入れていく。これはもうしょうがない。この指止まれして、で、これでじゃれつくを打っていこう。なんなんラプラス、いや、ラプラスは別にいたっていいから。うん。これは押してまいろう。みんな色違い持ってんね。みんな色違い持ってるね。すごいよ。で、じゃあ、あれつくと。オッケー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 。で、ラプラスはもう物置みたいなもんだから、これ。滅びの歌！これ交代しないとダメなやつ？みんな、これ交代すればいいんだろうな、だって、そんなこと言ったって。交代しないとダメ。どうだよね。これ一旦は大丈夫だよね。最後、ザシアンを残す感じね。
これラプラスは仕留めときたいよね。これイエス様捨てていいまであるよね。この指ともあれで。で、聖なる剣で、ラプラスは持ってっていいよね。で、その次交代しよっか。いや、待って、だってなんかラプラス逆にやることねえんじゃねえの、これ。これ起点にしないか、むしろ。うん。これでいこう。うん。イエスさんはもう殺して。どっちにしろ、多分引くなら今だ。で、ダイマ切るなら今だ。多分。多分ね。で、ガラルファイヤーをどうするかだよね。いやー、いった！え、そう、そっか、二人攻撃やんのか。怖えー、怖えー、怖えー、怖えーことこしてくるよ、こいつら。まあ、いやいやいや、オッケー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 。オーラベルなくなった。オッケー。で、ここで、いいんじゃない？もうこれで、もうこれで暴れるしかねえよ。俺は。オッケー。で、ここの順番を間違えるな。絶対、巨獣山をガラルファイヤーに打って、だよな、ガラルファイヤー、ジャレツクか、ジャレツクを打って、で、吹っ飛ばせばいいんだろ？これ、大ジェットじゃなくて、大サイコだよな。大ジェットでもいいのか、次ザシアン控えてるから。ミュウツー耐えないかな？いや、行こう！ザシアンがガラルファイヤーをやってくれると信じよう。これはもう。ラプラスは置物だ、こいつはもう。頼む！吹雪しか打てん、こいつは。もちろん、確かに、遅かったね。そうだね。だミュウツーが、どうなのかなと思って。不意打ち。オッケー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 。大丈夫大丈夫。不意打ちならいいよ。オッケー、ここで持ってけ。オッケー、ナイス。これはでかい。よし、オッケー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 。で、これ大ジェットで確実に勝利をものにしていくと。オッケーオッケー、やれないのは分かってる。で、絶対レードとか打たれたらマジ困る。吹雪当たんないから。オッケーオッケーオッケー。吹雪は当たんないから。オッケーオッケー。当たったとてよ。うん。いやもうこれ大ジェット詰めたらマジほぼ勝ち確でしょ。オッケー。もうこれ降参いただきましたじゃないですか？降参いただきましたね。これは絶対に。これうまく勝てたんじゃない？オッケー。いやこれ、もう、これ勝ちで、大最高で吹っ飛ばすと。ね、絶対レードにかけてきてるとか、そういうこと？さあ、大最高。オッケー。よっしゃー。これは対戦ありがとうございましたな。やったーぜー。うまく勝てたんじゃない？今のはマジで。ファントさん。プレシャスじゃないって言って気になってしまわない。あ、ってことは、ストーリー中に出したってこと？その場合、おそらく改造ですね。改造なの？マジで？確認する？これ改造。全部、なんとか .com のやつだ。これは、改造だ！こいつ改造使うんでるぞ！ダウトじゃねえかよ。これも改造じゃねえか。改造1、2、3。改造4体持ってくるな。改造なのにお前、見せるな、相手に情報を。ガバガバかよ、こいつ。改造だろうと、プレイヤーが上手くないと宝の持ち腐れだよ。そうだね。お、来たよ！グラードン。うわー、でも俺のパーティー、これきつ、重たくね？全員重たいんだけど、俺のパーティー。ガラルファイヤー。いや、ほぼ出てくると思って間違いないよ、これ。フリーザーは絶対いない。ハピナスもどうせあれだろ。海洋画用だろ。だから、もうほぼこの4体で決定だろうな。どうしよっか。さっきこの2人で行って結構良かったよね。うん、これで行きたいな。うん。これで行こっか。ちょっとこれ行ってみまーす。絶対来ないであろうフリーザーが来たぞ。まあ、別に今何来てもいいような布陣で構えたから、悪くない。これ、さあ、フリーザーって耐久あるの？ラリアットしていいっすか、俺。ラリアット。勝ち気！うわぁ！やばい！やばい！でも、ラリアットで押して参るしかねえな。いや、ちょっと、ラリアットしてる。あれ？俺、あ、俺リフレクター選んでる！うわぁ！俺なって、光、リフレクター選んでんじゃん。終わったわ、これ。ラスターカノン。はい。これは、ちょっといろいろと見せてまーす。
この試合はナシンゴなしなしにさせてください。マジかよー、ヘネオくんがプンプンするぜ。こっからまだある、大丈夫だよ、まだあるよ。タミ、タミ、この逆境を、この逆境を、この逆境をなんとかしてくれ、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 この逆境を、なんとかできないのかい。待って、これどうしよっか、どうしようもないな。大バーン打ってこ、大バーン打ってこ、でラリアットしてこ、もうどうしようもないわ、これはもうほんとどうしようもない、もうね、これやっちまいました、これは面白くないことしてる俺。水できた後光の壁を間違える、そういうよくわかんないことをしてしまう。今度視聴者対戦ってある？全然ある、いいけど俺初心者すぎてまだ多分その域に達してない。戦えるんじゃない？おお、光の壁打ってきたよ。マジかよ、痛えぜそれは。全然入らない。しかも誰もできてないっていう。結果的に結果俺。どうだ。ズガドン、オッケー。めちゃくちゃ仕事するにはフリーだね。マジでこれ、どうしたもんかね。これ、守るしていいっすか、一回、打つ。で、ラリアット打っていくしかないんで、俺は。これ、ラリアットマシーンになるわ、俺。ラリアットマシーンだぜ。うわぁ。オッケー、なんか守るが刺さったぜ。ナイスチル。うわぁ、でも守るいい感じに効いてるんじゃない？ズガドーンってでもあれでしょ？タスキなんでしょ？ダイマしたいの？いや、ダイマしたいんだけどさ、なんかタイミング失っちゃって守るできるから、なんか時間稼ごうかなと思って、時のダイマターンあるし。と思って。オッケーオッケーオッケー、いい感じじゃないですか。なんか、なんかよくわかんないけど、結構来てるぞ、今。なんちゃって、で、2体落としてる。俺にはザシアンが控えてる。グラード来た！これでしょ！ここでしょ！ここダイマックスでしょ！頼むよ。こここそダイマックスターンが、大最高でいこう。で、ラリアット。グラードに圧かけていこう。もうそうなったらこれしかない。いけー！もうリアル側2体で殴っていくしかねえ。グラードを吹き飛ばせ！でも光の壁あるから厳しいか。なんとか、ガオガインが特殊メニュー生きてるよね。マジ特殊受けとしてめちゃくちゃ優秀。ダイアイスアース。あー、ガオガイン。うわ、ガオガイン硬い。直気でよかったよ、これマジで。ガオガイン。最高だよ。あ、でも特防上がるのか。それが狙いか。本当の。しょうがない、しょうがない。うわ、これ硬いな、さらに。大最高。これ半分持っていければいいよ。半分持っていけないか。あ、でもサイコフィールドで、次は 1. 何倍になるから持っていけるんじゃないかな、これ。グラードンは。で、ザシアン。で、これグラードンも持っていける前提で、もう持っていける前提でいいよね。あるぞ。マジであるね、これ。マジで追いかけるとかあるね。え、これ、マジで、グラードン持っていけるよね。大サイコで。持っていける前提で、で、聖なる剣。お願いします。これグラドン持っていけなかったら、もうやばいぞ。ごめん、マジで大サイコ信じてる。うわ、ザシアン強っ。本当にこれ持っていける前提。え？ある？まさかの、俺がなんかダイマックスを渋ってやらなかったのが、大地の力。耐えるよね。全然耐えますよ。振ってるもん。やばくない？この劇的勝利。こんなことある？おい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 、こんなことあんのかよ。敵もびっくりだよ。やべえ、素晴らしい。素晴らしい。やったぜ。マジで？
こんなことある？劇的すぎん。やべえ、追い風切れたのもあったな、マジで。そのままの賢く、いや、マジそれ。ガオガエンが超仕事してた、今の。やばくない？ザッシャン強いし、みんなが活躍して、みんなが主人公だった、今。オロンゲ、いや、オロンゲが、俺が、光の髪を最初から打ってれば、こんな苦戦はしなかったってことだよね。いつが光の髪が、生きたね。もうぶっ飛ばしたもん。これマジいいとこ出たよ。ブラードも吹き飛ばせます。壁があろうと。え、これこそマジミュウツーが生きた試合じゃない？俺がよくわかんない大文字でやったけど。そこで守るはめちゃくちゃ効いたし、こいつ守る持ってねえなってなったよ、絶対。ズガードーンもいるって分かってたし、それまでに生きててくれたガオガエンに拍手。ノース HD ぶっぱがチョッキガオガエン強い。いや、マジで、リアルがもうびっくりだよ。なんでーってなってるよ。特攻最強リアルがと言われてたのが。うわー、このパーティー、ちょっとマジで好きかもしれん。なんか、ゴリラはマジ置物だけど、でもこいつがいることによって、海洋ガニ強く出れるし、何よりこいつのね、トンボ返り、半端なくダメージ入るよね。こだわ、ハチマキこだわりで入ってるから、リジッパリだから、やばいんだろうな。このパーティーまだまだポテンシャルあると思います、ほんと。しかも、何がいいって、こう、視聴者さんと一緒に作ったパーティーっていうのがいいよね。みんなのポケモンとみんなの知恵を合わせた結晶のパーティーですよ。ミュウツーの構築記事がないばかりに。どこの真似もできないからね、ミュウツー使いたくたって。さっきでも似たようなの人がいて、ちょうど考察でね、イエスさんの代わりに、なんだっけ、カプルテテフいたし、俺が持ってない、ランドロスバッグとかもいたしね。はい。ってことでね、今日はたくさんのアドバイスと、たくさんの応援ありがとうございました。マジで、初心者だから、プレイミスとかね、いや、それ知らないんかいみたいなこと何回もあったけど、後半はちょっと慣れてきて、一番最後の試合もミスったけど、なんとかやれたんじゃないかな。まあ、楽しくできたからね、何よりそれが一番かなと思います。ではまた、お疲れ様です。ありがとうございました。